こんにちは。今日の講義は書籍、うんこ夏休みドリル小学1年生算数国語です。この書籍は、子供たちが夏休みの間に国語と算数を楽しみながら学べるように設計されたドリルです。特に小学1年生を対象にしており、学習内容は夏休みまでに習うべきことを網羅しています。このドリルの最大の特徴は、全ページにうんこに関連した楽しい問題が盛り込まれていることです。これにより、学習が単なる義務ではなく、楽しみの一環として捉えられるようになります。東京大学との共同研究によって、学力向上や学習意欲の向上が実証されている点も、この書籍の信頼性を高めています。本書は、国語と算数の問題を交互に配置しており、全40回の問題が含まれています。これにより、子どもたちは偏りなくバランスよく学習を進めることができます。また、各ページにはスクラッチシートや漫画、スペシャル問題などの楽しい仕掛けが用意されており、子どもたちが最後まで興味を持って取り組むことができるようになっています。さらに、学習ポスターやカレンダー、シールなどの付録も充実しており、学習をより楽しく、効果的にするための工夫が施されています。このドリルは、単に問題を解くだけでなく、遊びと学びを融合させることを目的としています。遊びを通じて学ぶことで、子どもたちは自然と学習習慣を身につけることができ、夏休みが終わった後には学力が向上していることを実感できるでしょう。特に苦手な項目を確認し克服するための良い機会となるため、夏休みの間にこのドリルを活用することをお勧めします。このようにうんこ夏休みドリルは学びを楽しむことができる素晴らしい教材です。夏休みの思い出の一つとして、このドリルを通じて学びながら楽しい時間を過ごしてほしいと思います。学習が終わった後には、夏休みが終わったら学力が上がっていたという実感を得ることができるでしょう。このうんこ夏休みドリルは、ただの学習ドリルではなく、子どもたちの学習意欲を引き出すために特別にデザインされています。特に、子どもたちが興味を持ちやすいうんこというテーマを取り入れることで、学ぶこと自体が楽しい体験になるよう工夫されています。これにより、子どもたちは自然と問題に取り組む意欲を高め、学習が苦痛ではなく、楽しみとして捉えることができるのです。本書は、国語と算数の内容をバランスよく配置しており、学習の進捗状況を確認しやすい構成になっています。各問題は、子どもたちがすでに学んだことを復習し、理解を深めるためのものです。また、問題の難易度も段階的に設定されているため、子どもたちは自分のペースで学ぶことができ、達成感を感じながら進めることができます。さらに付録としてついてくる学習ポスターは、漢字や足し算を視覚的に学ぶための強力なツールです。ポスターを使って家庭での学習をより効果的に進めることができます。親子で一緒に学ぶ時間を持つことで、学習の楽しさを共有し、子どもたちの学習意欲をさらに高めることができるでしょう。また、夏休みの計画を立てるためのカレンダーやシールもついており、これらを使って学習のスケジュールを立てることができます。子どもたちが自分で計画を立てることで、自己管理能力も育まれます。計画を達成する喜びを感じることで、より一層学習に対するモチベーションが高まることでしょう。このドリルの最大の魅力は、学ぶことが楽しいという点です。子どもたちはうんこというユーモラスな要素を通じて自然と学習に取り組むことができ、学ぶことの楽しさを実感することができます。学習が終わった後には、達成感や自信を持って次の学びに進むことができるのです。このように、学習を楽しむための工夫が詰まった素晴らしい教材です。子どもたちがこのドリルを通じて、楽しく学び、成長する姿を想像するだけで、ワクワクします。夏休みの間に、このドリルを活用して、充実した学びの時間を過ごしてほしいと思います。学びの楽しさを実感しながら、素敵な夏休みの思い出を作る手助けをしてくれることでしょう。うんこ夏休みドリルを使うことで、子どもたちは様々な良いことを体験することができます。まず、楽しさを感じながら学ぶことで、学習に対する前向きな気持ちが育まれます。通常、勉強は義務感から行うことが多いですが、このドリルは、うんこというユニークなテーマを取り入れているため、子どもたちは自然と興味を持ち、
楽しんで問題に取り組むことができます。これにより学ぶことが苦痛ではなく遊びのように感じられるのです。また問題を解くことで自分の理解度を確認できるため学びの成果を実感しやすくなります。子どもたちはできた問題や解けた問題を通じて自信を持つことができ、次の問題にも挑戦しようという気持ちが高まります。このように自分の成長を感じることができるのは学びを続ける大きな原動力となります。さらに家庭での学習をサポートするための付録も充実しています。学習ポスターやカレンダーを使うことで親子で一緒に学ぶ時間を持つことができ、コミュニケーションが深まります。親が子どもの学びを見守り共に計画を立てることで家庭全体が学びの場となり、子どもたちは安心して学ぶことができます。このような環境が整うことで子どもたちはよりリラックスして学習に取り組むことができるでしょう。また夏休みの間にこのドリルを活用することで学校が始まった時にスムーズに学びを再開できるようになります。長い休みの後に学習を再開するのは子どもたちにとって少し大変なことですが、事前に復習をしておくことで学校生活に戻る準備が整います。これにより学校での授業についていくことが楽になり、学びの流れを途切れさせることがありません。このドリルを通じて子どもたちは遊びながら学ぶことの楽しさを知り、学習習慣を身につけることができます。遊びと学びが両立することで子どもたちの成長にとって非常に良い影響を与えるでしょう。結果として学びの楽しさを実感しながら自分のペースで成長していくことができるのです。夏休みの間にこのドリルを使うことで子どもたちの学びがより充実したものになることを期待しています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それがライズアップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されています。個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれ、過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。ライズアップでは30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体作りが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。